元気今日やばい。すいません、ちょっと取り乱しまして、はい、ちょっとテンション上がっております、制作ファミリー。なぜかと言いますと、富士急ハイランドさんが撮影許可をくれました。やった。しかも乗り物もですね、ちゃんとカメラを固定して撮るんだったら OK ということで、うん、あーすごい、これはもう全面協力と言っても過言じゃない、はい、もう富士サックと言っても過言じゃない。富士サックではないです、絶対に。ちなみにあれ、ご家族で来たことはあるんですか？まだ3人の時に来たことはあるんですけど、はい、せんちゃんは初富士急だね。嬉しい？まあ、パーになるぐらい楽しみです。今回ちょっとせっかく来たんで、うん、ちょっとどうしようかなと思って考えたんですよ、はい、おのおの、うん、乗りたい乗り物に乗せてあげようの回にしようかなと思います。わー、素晴らしい、素晴らしい。ちなみに当時はもうめちゃくちゃ乗りたいの決まってるらしくて、藤山とドドンパ。わー、これやばいやつだ。もう絶叫のやつですよ。いや、もう超有名なやつですよ、ね、はい、あのね、ドドドンパはパパと乗りたい。おえパパとドドンパえ、どういうこと？パパと乗るの？ドドンパみたいに言わないでください。俺無理やねんけど。いや、そこはだって乗ってあげてくださいよ、うん、いや、お父さんでしょ。いや、そう、これね、富士山空を飛ぶの動画で言ってたと思う、はいはいはい、苦手になったじゃないですか、山作も。そうですよね、乗り物だったり怖い系が、うん、それなやっぱ死ねないと。はいはい。いや、俺もあんねん、それ。ああ、同じ思いが。そうなんですよ、やっぱ年取ってくるにつれ、そして子供たちも増えってなってくると、はい、これはもう死ねないっていうのがあるから。いや、でも一人で乗るわけにはいかないですもんね、だって絶対乗りたいの。うん、絶対乗りたい。ま、マジで。いや、ドドンパみたいに言うの。ドドンパみたいに言うの。トンボさんでよくない。トンボさんか藤山で乗りたい。そういうのダメなんだ。いやいや、ダメです、ダメです。何が？いや、僕もう本当にダメなんですよ。これもう本当にガチなやつなんです。じゃあ本当にダメなの、当時ごめん。トンボさん今日はダメ。ほら、トンボさんもう嫁作大ファン。これダメなんですよ。見たい。ダメ。じゃあ本当に見たいダメなのよ。オッケー、分かった。一回落ち着こう。持って帰ろう。もう一回持って帰らせてください。軽く持って帰ります。後でそれは決めよう。ちょっとカジサック、はい、本当にダメなんでお願いします。そしてカンちゃんも乗りたいのがあるんだよね。で、コジサックもあるんだよね。センちゃんもあるんだよね。オッケー、楽しみ。乗りたいよね。それぞれ乗りたいものがあるから、はい、とりあえずこう乗っていこうか、うん、とにかく富士急ハイランドを今回楽しもう。最高。ちょっと待って、どうした？よだれがどうした？富士急ランドで美味しい食べ物があるからよだれ出して。食べ物の方。美味しいものも食べようね。いっぱいありますからね、食べ物が。この季節やっぱりかき氷とか大好きだから。あー、いいっすね。そういうのもね、うん、食べたりなんかして、はいはい、いろいろ楽しみたいと思いますんで、うん、というわけで本日もどうか、せーの、オーナーシャス。さあ、というわけで今回ね、コジサックが乗りたいと言っていた乗り物がですね、はい、リサとガスパールの空旅日記でーす。乗りたかった。今回これ、うん、2人乗りなんですけど、はいはい、カメラマン安武さんが、はい、小石作と一緒に乗って撮ってくださるということで、はい、安武よろしくね。はい、任せてください。頼みます。じゃあ小石作行っておいで。はい、いっぱい楽しんでおいで。はい。コースターみたいな、ちょっと速いかもしれないけど大丈夫？行ける？うん、行けるよ。さっきお水飲んで、うん、で、深呼吸、うん、したから。なんで面白い顔して、うん、あ、来た来たよ、コジ。じゃあ乗りましょう。はい、どう、コジ、楽しみ。バイバイって。バイバイ。あ、急に、うわ、速くなった、急に。うん、何？にリサとガスパールのやつだよね、これね。じゃーじゃんじゃーじゃん。余裕じゃん。来るよ。来るよ。え？うわあ！おお。何？どうだった？次は何に乗る？え？何に乗る？次何に乗りたい？
ただいまってこれまたこれ乗りたいの、うん、気に入った、うん、楽しかったね。どうだったかな、コジン。ねえ、あった。さっきまであんな顔してなかった。コジン、どうだった？楽しかったよ。何よりでございます、はい、じゃあ次、はい、次、カンちゃんが乗りたいものを行きましょうか。はい。さあ、というわけで続いてはカンちゃんです。カンちゃん乗りたかったのがこちらの流しマスカなんですね。乗れてもいいから、バシャン。あ、そうそうそう、バシャンのやつですね。そういうの大好きだから、誰と乗りたい？ママ。お、ママと。やったー。だから今日はこれを乗るのよね。じゃあ早速、うん、ママ、カンちゃん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ちなみに早速、嫁さくにやってもらうんで。あ、なるほど。この GoPro を巻いてもらうから。撮れてなかったらすいません。いや、あかんよ。絶対撮ってよ。頑張るけど、うん、後でこれぐるぐる巻くから。はい、ずっと空映ってたらごめん。どれぐらい濡れるかな、ガンちゃん。あー、もうすごいんだけど、水がめっちゃ入ってきてる。まだ上がる。もうすぐ落ちるよ。え、もう来る？いやー、久しぶりだから怖い、こういう。あ、やば。うわー！あー！あー！あー！すごい濡れるじゃん。ママ、嫁サックとカンちゃんが2人で乗ってる、はいはい、ね、いいじゃないですか、こういうのも女子チームでね。 A じゃないか。出た、 A じゃないか。 A じゃないか。富士急にあります。 A じゃないかは今日乗りません。はい。みんな身長足らんかった。ぐるぐる、おーおー、きた、すごい、すごい濡れるんですけど、びっくり。きた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 、嫁サック、ガンちゃん、楽しい、びちゃびちゃ、びちゃびちゃ、楽しい、楽しかった。いや、いいっすね。いい笑顔してたよ。いや、本当にやっぱさ、トンボ、はい、親子のツーショットっていいよね。いや、やっぱツーショットは絵になりますね。全体がバッ。忘れてたんですか？あ、来た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 、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきた。ちょっと待って、見ててんけど、結構濡れてたよね。結構濡れてた、うん、化粧取れてるやん。化粧してるよ ね、 ね、どうだったかんちゃん。結構楽しくて、うわー、よかった。本当にバシャーンだったね、なんか。じゃあ来といてよかったな、うん、来ててもそんだけメイク取れるぐらい、ね、今めっちゃ涼しい。今涼しい。あー、よかったよかったよかった。夏にめちゃめちゃいいと思う。楽しかった、ほんま、うん、じゃあちょっとお腹すかへん。確かに ね、 ね、ちょっと軽くなんかご飯食べに行きましょうか。はい。さあ、子供たちがですね、はいはい、みんながみんな口揃えてチーズドッグ食べたいって言ったの。いいじゃないですか。そう、はい、お姉ちゃんもお腹空いちゃった。あら、お腹空いちゃった。出た、遊園地ってやっぱりちょっとテンション上がりすぎて疲れる。確かに確かに。言うて僕、まだ何も乗ってないから。チーズ
族戦っていきたいと思います。はいはい、はい、アリランなんだよ。アリランもうアリランなんだよ。アリランアリランって何？あの新大久保とかにあってすごい有名店で。あ、そうなんや。一回も変えたことないの、並んでて。じゃあ並ばずに買えるって最高やんじゃん。そう、嬉しいの。伸びる伸びないってありますよ。ソーセージがあるのが伸びない、はいはい、ソーセージがないのが伸びるんです。なるほど。うわ、すげえすげえ、そんな感じ。これ何をつけてるんですか？これ今、パン粉と米粉です。パン粉と米粉、あの粒々は何ですか？これジャガイモです。ジャガイモ、はい、ポテトレーラ。ポテトだ、ポテト。あ、ポテトレーラやからジャガイモつけてますね、はい、次ね、パウダーを洗濯するんだって出来上がったら。え、これまだありますよ。決めとこ、決めとこ。どういうこと、どういうこと。好みに合わせてパウダーを選択です。俺じゃあケンちゃんパウダー。ケンちゃんパウダー富津健さんのケンちゃんパウダーないんすよ。え、ないの、ね、書いてないでしょ、ケンちゃんパウダー、はい、せーの、いただきます。で、どうぞ。熱いかな。熱い。あー、でも伸びた。あー、伸びてる。珍しい顔してる。熱いね。おいった。いやー、でっかい口いった。男らしい。熱かったけど伸びた。どうですか。おいしい。伸びるか。うわ、来た。おー、来た。いった、いった、いった。かわいい。どう？回転中、出るときはお手を振れないように。よっしゃ。やっぱカジサックはね、言うて一番伸ばさないと。やっぱり行きましょうか。はい、じゃあお弁当先食べていい？いいよ。いってらっしゃい。行きます。はい。おー、いっすごい。切れた。え？おいしい、よかった。めっちゃおいしい。よしよしよ。何？あ、すごい。すごいすごいすごい。上手だね、かんちゃん。すごい。よし、当時。いただきます。伸びるかな。あー。せんちゃん。せんちゃん、いけるか。ドドンパ、行きません。行けようってなに。言うてね、そろそろ行かなあかんなと僕も約束したもんな。うん、オッケー、分かった、行こう。山崎たちどうする？ちょっととりあえず私は水をかぶったので化粧をちょっとな。確かに大事。で、みんなでちょっと遊ぶ。あ、遊んどいて。こっちはこっちで行ってくるから。じゃあ別班に分かれて。そうっすね。はい、オッケー、じゃあとりあえず行ってきます。はい。オッケー。行ってきます。じゃあ行ってきます。マジ？うん。ちょ、俺ほんまちょっと嫌やねんけど。これ何これ？ビジョビジョに当時さ、パパとドドンパって飲みたいじゃん。いや、まあそれはな、当時の夢を叶えたいんだけど。まさかパパ自分で取ることになるの。もうぐるっぐる負けっすね。ぐるっぐる負けやんか。ちょっと待って。はい。どうしましたか、チャック。怖い。シンプルに。シンプルに怖い。ちょ、マジかよ。いや、もうこれはね、仕方ないですよ。当時が乗りたいって言ってるから。え？じゃ、でもオープニング言ってたけど、トンボもいずれ。じゃ、もうこれはもう勘弁してください。当時。当時はトモさんと塩まこ飲みたい。じゃあこれ本当に無理なんだよ。いや、もうとりあえず、はい、どう、ドンパ、はい、ちょっと思い出作ろうか。じゃあ、うん、ちょ、最悪ごめんね、取れてなかったら。
もうこんなんなってる可能性あるからしっかり撮ってくださいそこは。まあでも一応、はい、あの安武ともう一人カメラマンさんが前から撮ってくる予定なんで、はいはい、そっちを多分使うことになるさあじゃあ、うん、行こう。当時、うん、いよいよだな、うん、楽しみだけど怖いだろ、うん、だから言っただろう。でも楽しみだからちょっと当時来たよ、うわ来たよ当時、めっちゃ怖いんですけど。でも当時乗りたかったんだもんな。これいきなり来るよ当時。え、いつ来んの？え、来るよ当時。当時ランチタイム。何？3、え、2、うわ怖い。1、え、さあ、はい、どうやった？楽しかった。あ、すげえな。すごい。いや、俺やばかったな。最初スタートするとき、うん、ほんまそのまま宇宙行くんかなみたいな。ほんまそんな感じ。もうどっか連れてかれる感じ。あ、マジですか？行きだけへん。そう、ゴゴゴゴゴゴ。もうフッみたいな。あ、ふわーっつって。はいはいはい。え？それ何？久々乗った俺絶叫マシン。はい、めっちゃ怖かった。でも当時楽しかったよ。楽しかった。じゃあ次、はい、トンボさんと行っておいで。ちょっともうちょっと待ってください。当時待って、ちょっと待って。いやこれはだってちょっと返さ、当時誰と飲みたいの？え、いや、ね、トンボさん。トンボさんやんな。なんでなの？え、面白いから。当時当時、はい、俺無理なんだよ。トンボさんと当時でレディゴいや無理かもしれない。怖い。ちょっと誰が乗ってるかよく分かんないですけど。当時トモさんです。当時無理かも。足どこに置いとけばいい？足どこに置いといても結局浮くんで意味ないです。浮く？はい、ずっと体浮いてるんで意味ないですよ。当時すいません。足どこにやっとけばいいんでしょう？ここちょっと苦
しい感じしますけど大丈夫なんでしょうか。それぐらいの方がいいですか。これぐらいの方がいい、はい、2着そこへどうしよう、何を考えていればいいのか。きたよし、お願いいたします。ああ、何よりね、はい、楽しんでくれたらよかったんですが、はい、なんとですね、はい、今ちょっと合流したと一緒に喋ってたんですよ、はいはいはい、そしたらちょっと嫁サックが、はい、ちょっとスイッチ入ってえ藤山に乗りたいです。せっかく来たんだもの。大丈夫ですか。あんちゃんも乗りたい。絶対無理。そしたら、はい、カンナも乗りたいだし、カンちゃんいける、いける？どの乗れない？いや、無理やったらトンボさん乗ってくれるから絶対無理。もう一回乗ってくれる。絶対無理です。ガンちゃん、いける本当に、めっちゃ、なんか楽しみだけど、怖そうっていう。いや、すごい、ちょっと、マジっすか。じゃあ、はい、おまけで、嫁サックとガンちゃんの藤山見てもらおうかなと。贅沢なおまけ。なんでちょっと一回閉めます。はい、本当に富士急ハイランドさんにね、うん、お礼言おう、みんなでありがとうございましたって、うん、できますよ。富士急ハイランドさん、せーの、ありがとうございました。おなげー、今のかんちゃんの手握ってて、
ただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。